こんにちは、動画ファンの成田です。今回はスマホのキャンバアプリを使って AI で画像生成をする方法についてご紹介いたします。先日パソコンを使ってキャンバで AI 画像生成をする方法についてご紹介をいたしました。この AI 画像生成、スマホアプリでも利用することができるようになっております。そこで今回はスマホからキャンバを使って AI 画像生成をする方法についてご紹介いたします。それでは実際にキャンバで AI の画像生成を行っていきましょう。今回この動画では iPhone で解説をしてまいりますが、 Android でも同様に行うことができます。また解説ページの画像は Android の画像となっておりますので、 Android をご利用の方は解説ページも参考にしてみてください。ではキャンバアプリ起動してまいります。キャンバアプリお持ちでない方は解説ページ、またこの動画の下の概要欄にインストール先のリンクご用意しておりますので、キャンバアプリをまずはインストール行ってみてください。では起動していきます。それではキャンバを起動しましたら、まずはログインができているか確認してみてください。ログインができているとこのような画面が表示されるんですけれども、ログインができていないとログインしてくださいという表示が出てまいりますので、必ずログインをして利用してください。また今回はこの最近のデザイン、この画像を使って AI 画像生成を行っていきますけれども、サムネイルやチラシ作りでまず下地を準備する方は、まずはそちらの下地の準備からお願いいたします。では実際にその AI の画像生成を行ってまいります。このような画面が開きましたら、画面下側のプラスボタン、こちらをタップします。そうするとこのような画面が出てくるので、一番下にこういくつかメニューが表示されているんですけれども、こちらズルズルズルっとスライドをしていただくとアプリという項目がありますので、こちらをタップしてください。そうするとこのような画面になります。上に探すとアプリとあります。アプリをタップして開いてみてください。でもしここでテキストトゥイメージというアプリが表示されていればそれで OK なんですが、今私は何もない状態となっておりますので、ここでキャンバアプリを検索というところ、ここにテキストトゥイメージと検索を入れて、この紫色のテキストと書いてあるこちらですね、こちらをタップして選択してください。そうするとテキストトゥイメージというアプリを使えるようになりました。よろしければ開くをタップして先へ進んでいきます。そうするとテキストトゥイメージの画面が表示されます。ご希望のイメージについて説明すると、キャンバが作成しますと書いてあります。どんな画像を書いてほしいのか、ここに文章とか、あとはキーワードを羅列するだけでも OK なんですけれども、文字で入力をしていきます。それではですね、ちょっと AI には難しいんじゃないかなと思うんですけれども、最近うちの子になったデグーのイラストを書いてほしいなと思いますので、ここにデグーとまず入れてみます。そしてやっぱり可愛い方がいいので、可愛いと入れてみます。それから正面を向いた画像にしてほしいなと思いますので、正面と入力をしてみました。ちなみにこの AI 画像生成の説明となるキーワード、文章はより細かくより詳細に書いた方が正しい画像生成ができると思いますので、今回私はちょっと3つだけなんですけれども、細かく設定がある場合はいろいろ細かく書いてみてください。では続いてその下、スタイルとあります。こちらもですね、今なし、映画的、水彩画とあるんですが、こちらスライドすると写真、幻想的、アニメと出てまいりますので、今回はじゃあアニメの感じでいきたいと思いますので、アニメをタップします。また下へスクロールすると縦横比とあります。正方形、横型、縦型とありますので、好きな形を選んでください。今回は正方形のままいきたいと思います。そしてよろしければこのイメージを作成、こちらのボタンを押していくんですけれども、その前にこの下、とっても小さくて見えづらいかもしれないんですが、ここに注目してください。ここには何と書いてあるかと言いますと、50回分のクレジットのうち1
1回分を使用しますと書いてあります。つまり無料で利用できるのは50回までということです。51回目からは有料版となりますのでご注意ください。ではこちらイメージを作成をタップしていきます。そうすると今 AI が画像を生成してくれています。やはり画像生成となりますので少しお時間はかかるかなという印象です。このまましばらくお待ちください。しばらくお待ちいただくとこのように4枚のイラストが作成されました。めちゃくちゃ精度高くないですか？しかも可愛いですよね。どれも可愛いデグーちゃんのアニメのイラストが描かれております。ではですね、今回はこのキョトンとした可愛いこちらのイラストを使いたいなと思いますので、対象のイラストをタップします。その前にここで4つ画像が生成されたんだけれども、この4枚の絵どれもあんまり気に入らないなというときはこのもう一度作成こちらをタップして生成をし直してみてください。では今回はこちらの画像を使っていきたいと思います。対象の画像をタップします。はい、そうすると画面が切り替わりまして先ほどのチラシの画面に戻ってで、そこに作成した AI 画像がこのように設置されております。ただ、ど真ん中にドスンとありますので、こちら場所を移動したりとか、大きさを調整して、位置の調整など完了いたしましたら、これで作成完了となります。あとはこちら画面右上2つ、下向き矢印と上向き矢印と2つのアイコンがあるんですけれども、下向き矢印をタップすると、このまま自動的に PNG で画像保存ができるようになっております。また上向き矢印のボタンをタップするとこのような表示が出てきてダウンロードをタップすると PNG だけではなく JPEG や PDF での保存もできるようになっております。チラシなどの場合は PDF の方が使いやすかったりするかと思いますのでファイル形式を選択してダウンロードとタップすると任意のファイル形式でのダウンロードが可能となっております。なおダウンロード中このような共有表示が出てくるかと思いますがこちらは×印で閉じてしまって OK です。そしてデザインのダウンロードが完了するとこのように完了しましたという表示が出てまいります。こちらも×印で閉じてしまって OK です。いかがでしたでしょうか。スマホアプリからもパソコンと同じように AI 画像生成することができました。キャンバの AI 画像生成機能はとても精度が高いなと感じております。欲しい画像をキーワードで簡単に作れてしまうのはとても便利ですよね。ぜひ活用してみてください。それでは次回はこのキャンバのスマホアプリを使って YouTube のサムネイルを簡単に作る方法についてご紹介いたします。キャンバアプリで YouTube サムネイルを作成してしまえば YouTube の動画最初から最後までスマホ1台で完結することができます。次回もお楽しみに。それでは今回の動画がお役に立ちましたら高評価ボタン、それからコメントをいただくととても嬉しいです。またチャンネル登録がまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録もお願いいたします。それでは以上となります。最後までありがとうございました。この動画が役に立った、参考になりましたら高評価ボタンを押していただくと嬉しいです。またコメント欄にてご質問も受け付けております。お気軽にご質問ください。動画ファンでは毎週月曜日と金曜日に動画をアップしております。皆様のチャンネル登録お待ちしております。